レギュラー参戦選手、選手入場。大阪プロレス株式会社代表取締役社長、ゼンツ。営業部長、ブラックバファロー翼。無差別級チャンピオン、ムーブオンプロレスリング、三原和明。ムーブオンプロレスリング代表、リングアナウンサー直樹。菊池優斗。道頓堀プロレス松下龍也。今日は皆様、このような時期にもかかわらず、お集まりくださり、誠にありがとうございます。大阪プロレス、代表取締役社長、ゼウスこと、大林賢章です。大阪プロレスは、1999年3月4日に、スペル・デルフィン氏が旗揚げをし、2007年8月に現野上ホールディングス会長坂上雄二氏が
代表取締役に就任。そして去年2021年7月30日をもってこの私ゼウスこと大林健翔が大阪プロレス株式会社3代目の代表取締役に就任いたしました。そして今日この記者会見にご参加していただけるメンバーは、これから大阪プロレスが日本一の団体になるために必要なベストメンバーだと思い選ばせていただきました。私は大阪プロレスに3つの大きな目標を掲げました。まず一つは大阪プロレスを老若男女問わず皆が楽しめるエンターテインメントにすること。二つ目はこの地元を大阪に貢献し、日本に貢献し、大阪を盛り上げ、日本を盛り上げれる団体になること。近くは友人の結婚式を盛り上げ、会社のイベントを盛り上げ、そして遠くは大きくは2025年大阪万博に出演を目指しております。そのために今各市表敬訪問をさせていただき、各市長に表敬訪問をさせていただき、各商店会の会長さんに表敬訪問をさせていただき、この大阪近畿のいろいろなお祭りをこの大阪プロレスで盛り上げさせていただけませんかとお願いさせていただいております。ゆくゆくは大阪近畿一円だけでなく、日本にお祭りといえば大阪プロレス、そういった企業になれるように頑張ってまいります。そして3つ目は日本一子供たちのファンの多い団体を作りたいと思っています。がっちりとしたプロレス、そして華麗なルチャリブレで子供たちの憧れる一つのプロレスリングエンターテインメント、ヒーローショーも描いていけたらと思います。大阪プロレスはプロレスという枠内にとどまらず、大阪プロレスという新しいジャンルを作り上げたいと思っております。大阪プロレスを日本のメジャーな企業にいたします。そのためにここにいる今日ご協力くださっている皆様と力を合わせ、できることから一歩一歩この道を歩んでまいりたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。